皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の夢の革新ですね、何回目だったっけな。ちょっとお待ちください。毎回数えるの忘れてるんですけどね。18回目ですね。はい、やっていきましょう。で、現在こちらの黒瀬城攻めで、こちらは、メンバーここに集合次第ね、小高城攻めをやる予定でございます。さあ、まずはこちらね、セット入りますので見ていきたいんですけど、集まった、あ、集まったな。では続け。お任せください。承知いたしました。承知、お任せあれ。承知しました。承知しました。ここはまあ、まだ、3万7、8千か。最高のね。つぶて。殲滅せよ。手を送る。終わりましたね。じゃあこちらも5部隊で。連れてったところで水軍になっちゃうので、
わざとこっち、ああ届いてんのは届いてんのか、勝家さんが。63,736大筒は全部持っていきましょう。これを畑野さんにやってもらおう。あとはこっちですね。まあまあ削れてるんじゃないかな。おりゃおりゃおりゃ、我に続け。味方がそこも破壊しました。おりゃおりゃおりゃ、我に続け。あ、収穫台もついてた、早っ。文字工と、小高城ですね。どっちが早いかですね。で、あとはせっせと運び込むだけですね。
校田課長。お、斉藤さんの援軍が来てるけど多分間に合わない。押し出せ。誰かやるな。騎馬隊の威力を見よ。気合だ。せい、やってくれる。これで決まるでしょ。殲滅せよ。うん、あっさりといきましたね。で、四国統一も完了したというところですね。さんとね、違う、補欠さんはあれか。登用したいというね。文字の方もね、ちょっとそこで修復かけちゃいましょう。で、このままね、東北の方にね、岩出山城、まあ塩釜とかね、向いていくのもありですね。で、ちょうどこの二本松城がね、今烏山城がねハブ的な存在になってますんで、ただね、結構連戦で攻めてるんでね、軍備が全然間に合ってないですよね。まあ本当はね深志城から持ってきてもいいぐらいなんですけどね。ではね、ちょっと11月になったところでまたちょっと、よいしょ。あ、間に合った間に合った、よかったよかった。はい、よし。で、来ればまた
です。そうだね、これ行ってもらいましょう。ベストはね、二本松城を抑えて、あと米沢城を抑えて、つながりを作ることかもしれないね。まあ、どの道、物資が間に合ってないんでね。ドカンと、ここのね、都庁城攻め行っちゃうかですよね。まあ迷いどころではありますけど、もうそろそろやることはないかな。あれいるんだ。清澄よく出るよね、やっぱり。まあ、とりあえずそうですね、ここの兵力はちょっと上、あれ上杉さんどこにいるの今。あ、ケンさんここか。都庁城か。まあまあ三の江城とかもすごい少ないんでね、
抱えてる兵力を考えればね、やっぱり北向いていくべきだろうね。二本松城を抑えてたら、はい。では、そんな感じでね、次回ちょっとやっていきましょうか。で、お時間もね、ちょっと別に粘ったわけじゃないんですけどね、20分経ちましたので、ここでお開きにさせていただきます。ありがとうございました。それでは、さよなら。